1942年のリガ月島リガ月島はナチスドイツがラトビアのリガに創設したユダヤ人月島である。リガには19世紀後半からユダヤ人が本格的に移住し始めた。19世紀末のリガには2万2000人のユダヤ人が暮らしており、それはリガの人口の8.4%を占めていた。19世紀末のリガのユダヤ人共同体はヨーロッパで 最も繁栄しているユダヤ人共同体であった。たくさんのシナゴーグが存在し、ユダヤ人の各種学校や福祉団体が充実していた。ロシア帝国が崩壊した後の1918年11月にラトビアは独立を宣言し、リガがその首都となった。ラトビア独立時代にもリガのユダヤ人共同体はしばらくは繁栄し続けた。 1935年の時点で、リガには4万4千人のユダヤ人が暮らしており、リガの人口の11.3%を占めていた。しかし1934年に、ラトビアに、反ファシズム的な政権が誕生すると、ユダヤ人迫害が強まり、1934年7月7日には、ユダヤ人の権利を制限する法律が交付されている。 1939年の独ソ不可侵条約の秘密協定に基づき、1940年にソ連はラトビアに侵攻して、リガも赤軍に占領された。様々な自由を抑圧するヨシフスターリンのラトビア石火政策に、ユダヤ人含むリガ市民は大いに苦しめられた。リガの人民の敵は次々とソ連本国の強制収容所へ送られた。その中には、 ユダヤ人も数千人ほど含まれていた。1941年6月にドイツ軍がソ連へ侵攻を開始し、7月1日にはリガもドイツ軍によって占領された。ドイツ軍占領後直ちにリガ市内のシナゴーグは焼き払われ、アインザッツグルッペン衛隊によるユダヤ人大量重殺が吹き荒れた。この重殺活動にはラトビア人も参加していた。ナチスは ソ連と異なりユダヤ人だけを迫害のターゲットにしたので多くのラトビア人にとってはナチスは解放軍的な存在だった。ナチスに協力してユダヤ人を迫害するラトビア人は多かった。ユダヤ人にとってはどちらの占領下でも悲惨だがナチス占領下だと集中的にターゲットにされる上絶滅政策により定期的に殺されるので最悪だった。 1941年7月中だけで5000人ものリガユダヤ人がナチスによって銃殺されている。また銃殺を免れた他のリガユダヤ人にも他のドイツ、占領地と同様の様々な制限が課せられた。財産没収、公共交通機関の利用禁止、強制労働の徴用、黄色いダビデの星の着用義務などである。ドイツ当局の命令によりリガに ユダヤ人長老評議会とユダヤ人警察が創設された。さらに、リガ北部郊外のモスクワ地区にユダヤ人が集められ、月頭創設の準備が開始された。九百四十一年八月二十五日に、この区域が封鎖されて、リガ月頭となった。十一月十九日には、リガ月頭が二つに分離された。有用な労働者のユダヤ人五千0 0人は、小月頭。 それ以外のユダヤ人は大月頭に収容された。二つの月頭は完全に分離されており、相互の接触は禁止されていた。大月頭の住民は直ちに全員殺されることとなった。11月30日にドイツ警察部隊が大月頭に侵入してきて1万5千人のユダヤ人を借り立て、リーガから8キロのところにあるルムブラモリエル遠行して、そこで銃殺している。 残りの大月島住民も12月7日から9日にかけてルムブラ森へ追い立てられて重殺された。1941年12月から1942年の最初の数ヶ月にかけてドイツ各都市やウィーン、プラハなどから1万6千人のユダヤ人がリガ月島に移送されてきて空になっていた大月島に収容された。そのため大月島はドイツ月島などと呼ばれるようになった。 ただしこのうち数千人は1942年2月と3月に森に連れて行かれて殺害されている。1942年11月1日にリガゲトを、司令官、クルトクラウゼ SS 中尉の命令により、小月頭は閉鎖され、ドイツ月頭と統合された。そして、ドイツ月頭がドイツユダヤ人の R 区画とラトビアユダヤ人の L 区画に分離された。 1943年中には、飢餓と病気により、月頭住民はどんどん命を落としていき、月頭の人口は減った。移送も行われ、特に1943年夏に移送がピークに達した。移送者の多くは、カイザーバルト強制収容所へ移送されている。その後も残っていた月頭住民は1943年11月2日に、森に連れて行かれて銃殺されている。 ここにリガゲットウは完全に消滅した。1944年10月13日に赤軍がリガを解放したが、この時に生存していたリガユダヤ人は隠れていたもの150人だけだった。このうち40人のユダヤ人はヤニスリプケとヨハンナリップケのラトビア人夫妻によってかくまわれていた。彼らは1987年にイスラエルのヤドバシェムより、 諸国民の中の正義の人の称号を送られている。ありがとうございます。